にちは、つらてです。まず前回4人で撮った動画が1000回再生を突破しました。ありがとうございます。好評なのかな感じなので、第2弾ということで皆さんから恋バナを大募集しましたので、お話をみんなでしていこうかなと思います。それではレッツゴー。バスケの試合見に行きました。めっちゃかっこよかったです。ええよ、ええよ。男の子がスポーツしてる姿ってバカかっこよくね。そうマジでいい。うちバスケかサッカーかバレーない。野球。いや野球ない。何したかな。バスケだ。野球サッカー、みんなバラバラ。いやサッカーだな。いやバスケバスケ。みんなさん自分がやってた。すごくない。やってる瞬間ってかっこいいよね。マジかっこいい。多分彼氏できるかも。いや多分の時点でモテてないよ。その好きな人見つけたい。恋愛してません。好きな人が欲しいです。無理して作る必要ないよっていう話ね。やっぱ友達しか立たんで、結局そうなるんだよ。なんだっけ、友達は一生恋人は一瞬みたいな、それがめっちゃ心にきたってやつ。はぁ、彼氏に嫌な言動をされるだけで冷めてしまう。これが積み重なったら完全に冷めちゃうか心配。でも別れたくはないって変ですか。その別れたくないはさ、彼氏っていう肩書きが欲しいだけなの。そんな方はちゃん、その方は視聴者入ってる。そんなことない。元カノを忘れる方法。忘れる。他に好きな人作ればいい。でもそれができないってことですか。ただの未練タラタラってことでしょ。うん、そうだよ。その元カノに恋人いなければ私しかできない。復縁狙うのはあれだと思う。じゃん、狙われてる可能性あるよね、元カノから。それやったら多分復縁は無理やろね。ごめん、それは諦めろ。頑張れ。めっちゃうまいよね。え、もし別れたい。もういいよ、いつものこと。主義。うん、だって分かんないもん。先輩に誘われた。一目惚れしてそこから話しかけてくれて今めっちゃ仲良くなってる。終わりかい。ないけど、うん、その人の元彼がどんな感じだったのか別れ方も分かんないしね。そう、こっちがクズすぎたから。ごめんだけどクズだったわけ。私ゼロに。あ、ゼロ。ゼロ。ラスト、甘々も彼氏はありですよね。ありです。あり。めっちゃいい。ツンデレより甘々がいいかな。ツンデレ派。どっちもか。じゃあ一生甘々かツンデレか。私はツンデレですね。選べない。え、一生だよ、ずっとこうよ。無理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 。そんなのうち見つめたもんね。だよね、かな。だよね。え、時と場合によらね。そりゃそうよ。ツンの部分がちょっと分かんない。やっぱ学校の時だよ、ツン。それはまあツンというか常識なんじゃないの。みんなで言う時もそうやし、そうそうそう。モラル的な問題的には、モラル的な問題的にはハーをカタカナ、ハーガルカタカナ。編集道にしないで。私の編集まず大変になっちゃう。Oh, yeah. 2人でいるときにツンツンする部分ってどこら辺なの。あってほしくないけど。じゃあ2人でいる場合かな、うん、じゃあ甘えるんじゃない全員、うん、え、自分も甘える。どっちかっつったら自分が好きな人と2人でいます。好きな人っていうか恋人とね。そう、うん、そしたら甘えちゃう。甘えない、うん、おお、分かんないじゃなくて分かるか分かんないけど、いいんだよ。あ、やば。甘えたいか甘えられたいね。みんなはどっちかな。じゃあそちらからどうぞ。迷ってよ。なんでだよ。自分から言ったのに。究極の選択すぎる。うちは甘えられたい。自分がいけないから。どっちかっつったら、はい、られたい。甘えたい。なんか妹だから、妹で末っ子で育ってるからっていうのはあるかもしれないけど、うん、じゃあ全員だね。一応全員で末っ子。甘えたいが2票で、甘えられたいが2票で、やっぱ究極の選択ってそういうもんよ。連絡は毎日か、毎日じゃないか。毎日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 。麦茶だっつって。
ね、毎日だな。うん、連絡は毎日欲しいけど、じゃあそこも選択しよう。毎日電話か月2ぐらいのレベルか。月2は少ない、少なすぎる、まあ、究極やからね。月2、え、毎日、でも毎日は違う。どっちかって言ったら月2でしょ。あ、待って、毎日がいいかも。毎日で、え、月2はやばくない？ちょっと少なすぎる、うん、か究極ね、究極の選択だから、ごめん。そこを選ばなきゃいけないなら毎日、それだったら毎日だ。でも毎日はちょっと大変か。2日に1回か3日に1回たいとか。あ、自分のゲームしたい。自分の時間の時はね、優先する、どっちも。それを許してくれる男がいい。でもさ、電話しようって言われて断れなくない？確かに。束縛系彼氏か、全く興味ない彼氏。うわガチか。束縛系の彼氏は、今からどこに行くを言わないといけない、今どこに着いたを言わないといけない、今ご飯食べることを言わないといけない、女友達と遊ぶ時もちょっとって言われる感じの彼氏か、全く興味ない彼氏は自分から連絡しないと連絡が来ない、デートの予定もこっちが立てる、そんな感じ、うん、うちは束縛、私も束縛。興味ないのがいいかな。縛られたくないの。逆にさ、興味ないとさ、好きか分かんなくなっちゃう。うちのこと本当に好きなのって本当に確認して、逆にこっちがメンヘラ気質になっちゃうから、うん、ちょっと揺れるな。ということで、皆さんからいただいた恋バナと究極の選択をしました。いかがだったでしょうか。前回の動画が1000回再生ありがたくさせていただいたので、今回の動画も1000回再生いけたらいいなと思うので、ぜひぜひたくさん見てください。お願いします。それではまた次の動画で、バイバーイ。バイバーイ。